ジエゴリバスダクーニャ、ジエゴリバスダクーニャ、ディエゴライベスダクーニャ、1985年2月28日体は、ブラジルサンパウロ州、リベーランプレト出身、CR フラメンゴ所属のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。サントス FC の下部組織出身。2002年に16歳で、プロデビューすると、同年のカンピオナーとブラジレーロセリエー優勝に貢献。 一歳上のロビーニョやエラーのアレックスらと共にヤングサントスの一員として3シーズンにわたって活躍。ジーコの後継者としてヨーロッパのクラブからの注目を集める。2004年8月 FC バルセロナへ移籍したデコの後釜としてプリメーラリーガの名門 FC ポルトに移籍金700万ユーロで引き抜かれる。同年冬にはトヨタカップ出場のため来日。 決勝の音声カルダス戦は PK 戦までも連れ込み、第一キッカーのジエゴはゴールを決めたものの、直後に相手 GK を侮辱したため退場処分を受けたチームは優勝。2年目はコーアドリアンセ新監督との関係がうまくいかず、出場機会を大きく減らし移籍を決断する。2006年8月、ドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンに移籍金は、 推定約600万ユーロで入団。前シーズンまで所属していたジョアン・ウィクルの後継者として期待された。1年目の2006から07シーズンはリーグ開幕からトルステン・フリンクスと共にチームの攻撃陣の中心を担い、ブレーメンを前半戦冬の王者、ヘルプスト・マイスターに導き、シーズン終了後にはドイツ年間最優秀選手に選ばれた。 翌2007から08シーズンも投票で3位に入った。3年目の2008から09シーズンはリーグ戦とカップ戦を合わせて20ゴールを決める活躍を見せ UEFA カップ決勝進出に貢献したが FC シャフタールドネツクに敗れた。同シーズンの DFB ポカール決勝ではメスとエジルの決勝点をアシストしバイエルレバーゼンを破っての国内カップ制覇を果たした。 2009年5月、セリエ A のユベントス FC に5年契約、遺跡金2450万ユーロで入団。しかし、イタリアのサッカーへの適用に苦しみ、ジュゼッペ・マロッタ GM によって、わずか1シーズンで公害とされた。2010年8月26日、ドイツの VFL ボルフスブルクへ遺跡。遺跡金は1550万ユーロで4年契約。 2月のハノーファー96戦では、スティーブ・マクラーレン監督の指示に逆らって、パトリック・ヘメスの代わりに PK を蹴って失敗し、試合後にチームから出場停止を課された。チームの成績不振により監督がフェリックス・マガトへ交代した後、残留争いの大一番であった5月14日のホッフェンハイム戦でベンチスターとなったことに激怒し無断で帰宅。チームは、 ベンチメンバーが一人欠けた状態での戦いを強いられた。この問題行動により、クラブとマガト監督は翌シーズンに、ジエゴを起用しないことを決めた。夏の移籍期間最終日である2011年8月31日にアトレティコ・マドリード H シーズンの期限付き移籍が決まった。加入当初は批判を浴びたが、シーズン途中に、ディエゴ・シメオネ監督がおさむすると、トップ下を任され、 ラダメル・ハルカオと共にヨーロッパリーグ制覇に貢献。ジエゴ本人はシーズン終了後もアトレティコへ残ることを望み、アトレティコが買い取るとの噂が流れたが、結局実現しなかった。2012年夏にボルフスブルク復帰。マガト監督との関係は依然として良好ではなかったが、新シーズンはボルフスブルクでプレーすることになった。シーズン途中に、 マガト監督が解任されると、冬の遺跡市場で、サントスへの遺跡を進められていたことを暴露。一方で、新監督の下ではミスを恐れずに、プレーできるようになったとも述べ。2014年1月、1年半ぶりにアトレティコ・マドリードに加入した。2014年7月11日、フェネルバフ・チェース・ケに加入した。2016年7月19日、CR。 フラメンゴへ遺跡。2003年4月30日、メキシコ戦でブラジル A 代表デビュー。2004年と2007年のコパアメリカの優勝メンバーになったほか、2008年の北京オリンピックでは銅メダルを獲得した。一方で、同じポジションのカカーの存在もあり、W 杯出場経験はない。独創的なプレーを得意とする、いわゆるファンタジスタ。 FW の後ろに位置する司令塔として、ラストパスを出すことを好む。プリマドンナ、エゴ・ジエゴと、あだなされるように、チームの規律よりも、こう主張する傾向が見られ、たびたび、チームとの間にトラブルを起こしている。背番号10に愛着を持っているが、ユベントスでは10番は、チームの顔でありキャプテンであるアレッサンドロ・デル・ピエロが、つけていたため、28番を選択した。 これは2プラス8イコール10であることと、自身の誕生日が2月28日であることに由来する。なお、ブレーメント・ボルフスブルクでは10番を背負っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。